はようございます。モーカさん、おはようございます。ガッデムさん、おはようございます。今日も雨です。雨、まあ止んでます。リエさん、ハレリア。今日は場所を変えました。昨日の場所はちょっと本当に申し訳ありませんでした。ただあの場所はまた行くと思いますが、ちょっとどうなるか分かりませんが、今日は一応場所を変えてやります。マイちゃん、ハレリア。今ですね、雨がちょっと止んでます、ね。ワロクさん、ユウさん、タイエオさん、もうあそこに行かないでそうですね、サブレさん、おはようございます。サミヤさん、おはようございます。はい、いつもここが一番何か安定しているような、ここが一番、やりやすい感じがします。電波もいいし、非常にいいところですね。納豆さん、おはようございます。ですね、ここ少し、みんな草をカットしてしまったんですが、また新しくですね、またキノコがですね、また生えてますね。新しいキノコ、多分食べれないと思いますが、節子さん、おはようございます。ハンナさん、おはようございます。あ、またちょっと降ってきましたかね。ちょっと降ってきました。ちょっとこの木に寄りかかって、ここだと雨が降らないですし、よく枯れるということで、今日のタイトルは、イエス様はあなたから聞きたいのです。イエス様はあなたから聞きたいのです。どういうことでしょうか。私たちは社会的な存在です。つまり私たちは、言葉を与えられ、人と人と話ができます。私たちは日本語を知ってますので、日本語で誰かと話をすることができます。はるきさん、おはようございます。どもさん、ぶっちさん、おはようございます。そして私たちは、本当に日本語ができるというのは、幸いです。皆さんは日本語のネット放送を聞いているんです。サミヤさんもアラブの方かもしれませんが、日本語を知っているためにこの日本語の放送を聞くことができます。葵さん、おはようございます。私たちが言葉を与えられたのは、人間同士のコミュニケーションのためだけではありません。私たちが言葉を与えられたのは、イエス様と会話をするためなんです。私たちの目はイエス様を見、私たちの鼻はイエス様の香りを嗅ぎ、私たちの耳はイエス様の言葉を聞くためなんです。そして私たちの口はイエス様に語りたいのです。イエス様は私たちとコミュニケーションを取りたいために、私たちにコミュニケーションが取れる能力をくださったんです。そしてイエス様はですね、断絶しているというのは、コミュニケーションを取ってないということですね。全ての人は神と断絶して、コミュニケーションが失われて、いるわけです。私もちょっとコミュ障のところがありました。誰でもそういう、誰でもある程度あると思いますが、特に日本人はコミュ障っていうのはコミュニケーション障害ということですが、多かれ少なかれあるはずなんです。罪というのは、ね、
罪というのはコミュニケーションをさせないと言いましょうか、コミュニケーションを壊すことが、罪なんですが、私たちは、サタンによってコミュニケーションを邪魔されています。そういうわけで、人間関係が壊れた社会、人間関係が壊れた社会がこの社会ではないでしょうか。でも一番のコミュニケーション、一番のコミュニケーション障害はイエス様と人間の関係、イエス様と人間の関係が壊れている、コミュニケーションが障害がある、阻害されている、それが罪が原因だということです。そしてイエス様がこの地上に来た目的、イエス様が十字架にかかられた目的は、私たちとイエス様とのコミュニケーションを回復するため、和解するため。アリュービさん、おはようございます。私たちが、初めてイエス様とコミュニケーションが取ることができるために、イエス様はこの地上に来たんです。イエス様は神の御姿、神の現れなんです。私たちは目に見えない神様を、イエス様を見ることによって、神であられる方を信じることができ、見ることができ、聞くことができるようになったんです。そこで神様と和解ができるわけです。全きお方の全きとはどういう意味ですか。全きお方というのは完全なお方ですね。完全なお方、罪のないお方、何でも全知全能のお方という意味でしょう。彦さん、イエス様は話を聞くだけでなぜ喋りかけてくれないのでしょうか。いえいえいえ、彦さん、イエス様は彦さんに語っていますよ。その言葉で語ってないかもしれません。しかし彦さん、よくよく、聞いてください。かすかな声で、かすかな声で彦さんに語りかけてるんです。ただ多くの人はいろんな雑念で、イエス様の言葉がですね、聞こえなくなっています。よく心を静めて、時間をとってイエス様の声を聞いてください。イエス様は、語りかけてくれています。イエス様と神様は同じですか。三位一体なので、一人の神ではあります。一人の神ですが、三つのあり方、父、子、聖霊、神様はお一人です。しかし父子聖霊という形で現れるのです。イエス様はわざと細かい細い声で言ってるんですか。いいえ、わざとというよりも、ニーカイさん、イエス様は謙遜なお方です。そして清いお方です。人間はですね、人間はなんて言うんでしょうかね、ちょっとこう強く自分のことを言うことがあるじゃないですか。相手に対してね、こう圧迫するようなことがありますよね。イエス様は本当に心優しくて、人に対して本当に、なんて言うんでしょう、ジェントルマンなんですね。脅すことなく、罵ることなく、イエス様はとても優しいのです。アイポンさん、メロディーさん、おはようございます。車にひかれそうな人に細い声で危ないぞなんて言いますか。何か危ない時ですね、危ないとかこうしなさいとか聞こえるそうですよ。クリスチャン、主にクリスチャンですね、主にクリスチャンにですね、イエス様が、あっち行ってはいけないとか、危ないとか教えてくれるそうです。
耳元で教えてくれるので、新海さん遠いところだったら大きな声でないと聞こえないかもしれません。イエス様は耳元で語ってくれるんですね。浦野さんよろしく。イエス様と神様はどちらを信じたらいいのですか。春樹さん、とてもいい質問です。聖書によるとイエス様を信じて、イエス様を信じることが入り口です。イエス様を信じることによって初めて神を信じることができます。イエス様を信じないで神を信じることはできないと書かれています。私を通してでなければ誰一人地の御元に行くことはできない。イエス様を信じないで神を信じることはできない。イエス様を信じないで信仰というのは持てないということですね。イエスキリストを信じてこそ初めて神と神を信じることができるんです。はい、シャンさんおはようございます。シャンさんおはようございます。今日のタイトルはイエス様は、あなたから聞きたいのです。親というのはですね、特に母親は、子供たちが帰ってくると、子供たちが、今日こういうことがあった、ああいうことがあった、いろいろレポートするわけです。で、母親はそれを聞くのが、楽しいし、子供はですね、いろんな話を母親にすることが楽しいです。親子関係がうまくいかないとそういうことがなかなかできないかもしれません。それと同じように私たちは一日の出来事、一日の出来事をイエス様に語る必要があります。イエス様は全てご存知です。皆さんがどんなことがあったか、何があったか、どんな、素晴らしいことがあったか、イエス様はですね、皆さんのいろんな出来事をもうすでにご存知です。ですから本当は聞く必要はないのですが、イエス様は皆さんからいろんなレポートを聞く必要がありません。しかしでもイエス様は皆さんから聞きたいのです。知っているということと、知っているということと語るということは意味が違います。例えば天気がいいとしますね。今日は雨ですけど、天気がいいとします。でも誰かと会った時、あ、いい天気ですね、今日はいい日ですねって言うじゃないですか。もうお互いに知ってますよ。お互いにいい日だということを知っています。天気だということを知っています。しかし挨拶としてね、あ、いい天気ですね、今日は晴れてますね、お元気ですかと、そういうふうに挨拶をします。もういい天気だということを知ってるんだから、そんなことは挨拶しなくてもいいということではないですよね。私たちは、挨拶というのはお互いの存在を認めることにが必要です。お互いに祝福するということでしょうか。相手を祝福する、それが挨拶という形に出ていると思います。そういうことで私たちはイエス様に、祈ります。イエス様は、皆さんから聞きたいのです。皆さんから聞きたいのです。新海さん、そんなことないですよ。新海さん、そんなことありません。新海さんがイエス様の教えを、学んで知っていただきたい。新海さんがイエス様の御心を知って、御心をですね、行ってほしいのです。ユウさん、昔子供たちが学校から帰ってくるのが楽しみでした。そうですね、子供たちからいろいろ聞くのが楽しいですよね。初見です、主イエス
神と祈りを捧げるとき、対象はいろいろ呼び名がありますが、すべてドイツ人物のことを指すのでしょうか。そうです。ドイツ人物ですね。御言葉にこうあります。主は一つ。御霊は一つ。バプテスマは一つ。神はお一人です。ですから私たちの信仰は三つあるのではありません。私たちの信仰は一つです。信仰は一つです。イエス様に祈るときに、イエス様を信じるときに、それは神を信じることになるんですね。ぜひ皆さん、私たちはイエス様に心を向ける必要があります。シャンさん、イエス様には自分の罪を全部話してお祈りしながら日々悔い改めて過ごしています。アメン、アメン。バンダさん、その通りです。唯一神であり、呼び名は複数ということですね。その通りです。そこバイク入れちゃいけないんです。いけないんじゃないですか。ここね、一応道路なんですね。ここ一応道路で、向こうの方につながっています。坂田さん、職場の同僚がくも膜下出血で倒れました。まだ幼い子供が2人います。神様はなぜいい人をひどい目に遭わせるんですか。それはですね、理由があります。そして神様のせいではありません。神様のせいではありません。坂田さん、彼のために祈ってあげてください。彼のために祈ることが、坂田さんにとってのその正しい反応です。正しい行動です。神を呪ったらかえって逆効果ですね。そのことを通して神を呪ったならば、それはまさに、サタンにの思うツボです。むしろ、その同僚のために祈ってあげることこそサタンに打ち勝ち、神様が働きます。シャンさん、イエス様には自分の罪を全部話して、あ、これ読みましたね、ごめんなさい。ユービさん、私は嫌うものです。そんなことないですよ、そんなことないですよ。綺麗な綺麗なブランコ。ユービさん、嫌ってませんから安心してくださいね。イエス様は全ての人を愛しています。イエス様は全ての人を愛しています。ですから皆さん、イエス様は、イエス様はですね、イエス様は皆さん一人一人と、から聞きたいのです。そして、イエス様はですね、朝の時間を大事にします。なぜ朝が大事かというと、デビット・テイラーによるとですね、デビット・テイラーによると1日は24時間ですが、まあ、朝12時間、夜12時間と考えます。イスラエルでは、午後6時から1日が始まります。リビさん、嫌ってませんから安心してくださいね。イエス様のように、イエス様のようにね、私も振る舞いたいのです。坂田さん、神様を一瞬でも恨んでしまった自分を反省します。早く同僚が良くなるように祈ります。アメン、アメン、アメン。ジュデロンさん、なぜ安倍首相は戦争したがっているんでしょうか。安倍首相はですね、日本会議という団体に属しています。日本会議は、戦前の天皇制の日本に日本を戻したいんですね。ですからあの戦争を肯定したいのです。あの戦争は侵略戦争ではない、天皇のための戦争で正しかったと言いたいのです。
そういう立場なので、安倍首相はまた戦前のような憲法9条をなくして戦前のようにしたいわけですね。でもそれは非常に危険だと思います。はい、そういうわけで皆さん、私たちはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、初めて私たちは神様とコミュニケーションが取れるんです。そして神様とコミュニケーションを取ることによって、今度は人と人とのコミュニケーションも戻るのです。私もイエス様を信じて、コミュ障が治ってきました。コミュ障が治ってきました。ね、皆さんもコミュ障の方たくさんいると思います。ちょっと聞いてみましょうか。はい、皆さん、コミュ障の方手を挙げてください。コミュ障の方手を挙げてください。たくさんいるでしょ。コミュ障の方たくさん。桃子さん、コミュ障ですか。リエさん、わ、たくさん。ねえ、もう、すごい。すごいですね。ほとんどの人がコミュ障ですね。正直ですね。正直です。でも皆さん、喜んでください。皆さんが、ね、イエス・キリストを信じるというのは、コミュ障が治ってくるということです。皆さんがイエス・キリストを信じるということは、コミュ障が治っていきます。私も治ってきました。私もコミュ障が治ってきました。ですから皆さんもこれから治っていきます。期待してください。喜んでください。そして、かえって逆に、昨日の夜の放送ではありませんが、キム・ジョンウンを愛せるようになるでしょう。多くの人はキム・ジョンウンを嫌ってるでしょうけど、もちろんキム・ジョンウンは、クリスチャンを迫害し、クリスチャンを殺し、今でもたくさんのクリスチャンが収容所に入っていて、彼は本当に極悪人だと思います。彼はとんでもない独裁者で、ものすごい極悪人だと思います。しかしそのキム・ジョンウンさえもイエス様は愛しています。ですからトランプさんがキム・ジョンウンと握手するということは、多くの人にとっては嬉しくないでしょう。キム・ジョンウンを憎んでいる人にとっては、トランプさんがキム・ジョンウンと握手することは、嬉しくないと思います。キム・ジョンウンの独裁を認めているような、キム・ジョンウンの独裁を認めているような感じですが、しかしイエス様は喜んでいると思います。なぜならイエス様は、そのような極悪人を許し愛することを、求めているからですね。シャンさん、人見知りです。そういうわけで皆さん、私たちは、イエス様と語るときに、キム・ジョンウンを例えて出すのは間違っていると思います。名誉ということでしょうか。どのように間違っているでしょうか。キム・ジョンウンの悪口を言うならば間違いだと思いますが、キム・ジョンウンを愛しましょうということは間違っているでしょうか。ハッピーさん、キューちゃん、キム・ジョンウンは愛してるの。もし私が、通訳付きでキム・ジョンウンと話をする機会がもしあったら、多分伝道するでしょう。あなたのおじいさんかな、ひいおじいさんかなは牧師だったんですよ、みたいなね。どうしてあなたは、ひいおじいさんが牧師なのに、あなたは、イエス様を信じないんですか。そういう言い方はしないかもしれませんが。多分伝道すると思います。桃花さん、確かにイエス様を信仰してからコミュ障が少しずつ治ってきました。人を愛するようになりました。感謝します。シャンさん、イエス様を信じたら知らない人とお話しできるようになりました。
ヨシさんとの会談楽しみにしてる。なんか会談する予定があったでしょうか。牧師はペンテコステ派なんですか。カリスマ派ですね。ペンテコステに近いです。ペンテコステに近いですが、カリスマ派ですね。ユさん、私はキム・ジョンウンは気の毒な人だと思います。イエス様を信じてない人はみんな気の毒です。イエス様を知らないで神と断絶し、悪魔の思惑に従っているならば、罪のうちにあるならば、それは気の毒です。なぜならば、滅びに向かっているからですね。滅びに向かっています。春樹さん、同じ聖書が経典なのにどうして派閥がたくさんあるんですか。それはちょっと説明に時間が必要です。キム・ジョンウンとの対談、深海ですね。はい、カリスマ派です。話がもう、あちこち飛んで申し訳ありません。本題に戻ると、朝というのはある意味で夜明けです。イエス様おっしゃいました。目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。つまり朝起きるというのは、その霊的に生き返るということであり、霊的に目が覚めるということです。朝私たちが起きるということは、イエス様の声を聞いて信仰を持つということです。朝起きるということは霊的な命を受けて、神とコミュニケーションを取れるようになるということです。ですから朝の時間が大事なんです。朝というのは、ある意味では、夜が過ぎて昼が始まるということですが、それはこの罪の世界が終わって、まあ、この罪の世界が夜ですよね。この罪の世界が終わって神の世界が始まる。つまりイエス様が再臨する、イエス様が再臨する時が夜明けと考えます。シャンさん、イエス様が、私たちはもちろん日の出を拝みません。太陽を拝みません。しかし初日の出とか日の出というのはイエス様の再臨を表すんです。ですから私たちは、朝日の出を見るときにイエス様の再臨を考えましょう。イエス様が、この地上に来る、それはですね、神の国が来る。夜が過ぎて、今この世界は夜なんですよ。皆さん分かりますか。この世界は闇の世界なんです。多くの人が闇の技をし、多くの人が罪を犯し、多くの人が神の御心を行っていないんです。悪魔の心を行っているんです。闇の技というのは偶像崇拝、不貧困、あらゆる汚れたこと、あらゆる自己中なこと、飲酒とかね、そういう快楽的なこと、快楽的なことは闇の技と書いてあります。この世は闇の技に満ちています。しかし神様はこの世界を変えたいのです。この世界が闇の世界ではなく、神様の御心を行う世界、神様の御心を行う世界に変えたいんです。ですから皆さんぜひ、朝祈るというのはまさにその、朝祈るというのはそのイエス様が来ることを待ち望むという意味もあるし、朝祈るということは、
イエス様を信じて救われるということを表し、朝祈るということは神と御心を合わせるということでもあるんです。ですから皆さん、朝時間をとって祈りましょう。朝時間をとって祈りましょう。一日で一番大事な時です。イエス様と過ごす時間、デボーションタイムと言いましたよね。イエス様と過ごす時間、時間がある方はぜひたっぷり、イエス様と親しいコミュニケーションをとって、時間をとって祈りましょう。シャンさん、朝は信仰の光を浴びる朝だと思い毎日お祈りしています。明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じてイエス様に語るようになった証。それまでは祈ったことがなかったのに、イエス様を信じてイエス様に語り、またイエス様に聞き従うようになった証。スタート。イエス様とコミュニケーションを取るようになった証。スタート。嘘つきは地獄に落ちますか？嘘つきは地獄に落ちます。節子さん、今日は3時に目が覚めたので7時までデボーションタイムが持てました。イエス様に感謝します。素晴らしい。朝から7時、ね、理想的ですね。朝から7時までデボーションタイム、素晴らしい。やはり大雨が降っているのも霊的な意味があるんでしょうか？あると思います。聖霊の大雨ですね。聖霊の大雨。伝道釜さん、おはようございます。イエス様を信じてパチンコ店に並ぶのをやめました。アメン。坂田さん、コミュ障ですがイエス様と会話ができるようになりました。素晴らしい。もうそれはコミュ障じゃないことです。皆さん、イエス様と会話をするならもうコミュ障じゃないんですよ。イエス様と会話をしないことがコミュ障なんです。人と会話をしないことがコミュ障ではありません。本当のコミュ障。イエス様と話をしない、それが本当のコミュ障ですよ。ですから坂田さんはもうコミュ障ではありません。多くの人は人間とコミュニケーションを取ってるかもしれませんが、彼らは霊的なコミュ障です。イエス様とコミュニケーションを取らないことが霊的な本当のコミュ障です。ですから皆さん、喜んでください。イエス様に祈ればもう皆さんはコミュ障ではありません。ユウさん、私は一人でいることが多いのですが、いつもイエス様に質問したり、こうなりたいですって言ったり、話を聞いていただいてます。素晴らしい。それが本当のコミュニケーションです。ユウさんは、本当の最高のコミュニケーションをとっています。考えてみてください、ね。トランプ大統領と会話をするよりもイエス様と会話をする方が本当の素晴らしいコミュニケーションだと思いませんか？安倍首相と会話をするよりも、天皇と会話をするよりも、イエス様と会話をする方が本当の素晴らしい会話だと思いませんか？私たちは最高の会話ができるんです。誰でも最高の会話ができるんです。人と5分話すと緊張で 手がしびれて頭が痛くなる。では、これ何て読むんでしょう。笹林さんでしょうか。笹林さん、まずイエス様と会話してください。そうすれば、治ってくるでしょう。キューちゃんは聖書を言語で読めますか？今ギリシャ語で聖書を教えています。チャススクールで、ギリシャ語で聖書を教えています。私は、ギリシャ語がすごくできるということではありません。
ゆうさん、もうかさん、朝早くからいつもイエス様に現状を報告したりコミュニケーションを取るようになりました。イエス様と会話すると一番正しい答えをいただけます。アメン。今日は、ですね、イエス様はあなたから聞きたいのですという、ね、イエス様はあなたから聞きたい、つまり祈ってほしいということですね。そして皆さん、いいですか、聞いてください。イエス様こそ、イエス様こそ、皆さんとコミュニケーションを取りたいんです。いいですか。イエス様は皆さんと語り合いたいのです。イエス様は皆さんから聞きたいのです。本当です。私たちもイエス様と語りたいですが、私たちがイエス様と語りたい以上にイエス様の方が、皆さんと語りたいんです。それを信じてください。イエス様は待っているんです。皆さんが語るのを待っているんです。ぜひ皆さん、イエス様に、語りましょう。イエス様に語りましょう。自己流でいいのです。自己流でいいので、心を込めて何を語りたいんですか。イエス様は何でも語りたいんですね。何でも語りたい。それではですね、それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、あ、そうなんだ、コミュ障だった理由が分かった、コミュ障の理由はイエス様とコミュニケーションを取ってなかったからなんだ、これからはイエス様に語ろう、イエス様に感謝しよう、イエス様に感謝し何でもイエス様に聞こう、そしてコミュ障がなることを期待したい、そういう方アメンと言ってください。アメン。これからは本当の最高のコミュニケーションを取ろう。最高のコミュニケーション、イエス様に語って最高のコミュニケーションを取ろうという方、アメン。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 天のお父様、感謝します。以前は、誰ともコミュニケーションを取れませんでした。しかし、あなたが導いてくださって、あなたとコミュニケーションが取れるようになったことを本当に感謝します。どうぞアメンと言った方々があなたに語りますよ。あなたに感謝し、いつでもどこでも、特に朝あなたに語り、自分の気持ちを正直に、表し、イエス様に癒され、イエス様からアドバイスを聞くようになりますように。どうぞアメンと言った方々がイエス様とコミュニケーションを取るような人生、まさにイエス様とのコミュニケーションこそ人生、イエス様とのコミュニケーションが人生です。アメンと言った方々が本当の人生が始まりますように。本当の人生が始まりますよ。永遠の命の人生が始まりますよ。イエス様、どうぞ、彼らの、声を聞いてください。彼らが、本当にイエス様に語ろうという思いを与えてください。今朝から、始めることができますように。今朝からあなたに語ることができますように。それが日々の習慣となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、ラブタンさん、おはようございます。それじゃあまた明日の朝、じゃなくてごめんなさい。今晩の7時、お会いしましょう。良い一日を、イエス様に語る一日。
イエス様に語る一日、イエス様とコミュニケーションを取る一日を始めてください。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。